皆様、本日は世界メシア教ご生誕祭おめでとうございます。本日の祭典行事につきましては、グランド日光東京台場の皆様のご理解とご協力、また格別のご配慮をいただきまして開催させていただくことができました。ここにグランド日光東京台場の皆様に厚く御礼申し上げます。誠にありがとうございます。誠に恐れ多いことではありますが、私どもの創造の主なる主神の御旨は、全人類をメシアの御名に結び、ご自身に似た子供を産むことであります。それは私どもから申せば、御旨に従って主神の意識を継承する子供たるメシアとして新しく生まれ、永遠に生きるものとならせていただくことであります。メイス様は私どもと同じように目に見えるご肉体を持って世にお生まれになり、ご自身に課せられた使命を全うすべく、私ども信徒と共に人生を歩まれました。その歩みの中で、満71歳の時、突然脳一血の病にお倒れになりましたが、驚くべきことに、その症状が続く中で、メシアとして新しくお生まれになったことをご発表になりました。しかもこのことは言葉だけではなく事実であるとされ、ご自身が驚かれるとともに大きな喜びを持って私どもにお伝えくださいました。その翌年、メイス様は私どもと同じように地上でのご生涯を全うされ、ご昇天になりました。メイス様は私どもと同じようにご肉体のご両親を通しての子供として世にお生まれになっただけではなく、主神の子供として新しくお生まれになったのです。このことは私どもが何のために世に生まれてきたのか、まさにそのことを私どもにお示しくださったと私は思わずにはいられません。主神は私どもの否全人類の模範として、メイス様を地上にお使わしになったのです。私はメイス様を全人類の模範として世にお使わしくださった主神に対し、そして全人類が主神の子供たるメシアとして新しく生まれるべく、今も主神と共にご努力くださっているメイス様に対し、皆様と共に心からなる感謝を捧げさせていただきたいと思います。そしてメイス様が私どもの模範となられるために、私どもと同じようにご肉体を持って世にお生まれになったことをお祝い申し上げる御祭りを、皆様と共に執り行うことができましたことを大変嬉しくありがたく思っております。皆様、誠にありがとうございました。さて、キリスト教徒の方々によって長い間唱えられている大切な祈りの一つに、主の祈りという祈りがあります。新約聖書によれば、イエス・キリストが弟子たちに対し、あなた方は
こう祈りなさいと言ってお与えになった祈りであります。この度、先ほどの成井理事長のご挨拶にありましたように、世界メシア教全先住者の総意として、本部、教会、そして信徒家庭における祭典や朝夕拝の折に、主の祈りを奉承されたい旨の願い出がありました。私はその願い出は、キリスト教とこうして働いていきたいと仰せになった名士様の御心に応えようとされる情熱と意欲の表れであると思い、名士様にご報告申し上げ、お許しをいただき、謹んで承諾いたしました。現在、世界メシア教につながる海外教会の中の約9割、40カ国余りで、この主の祈りを祭典や朝夕拝の折に奉承しております。日本以外の世界メシア教信徒のほぼ全ての方々が日々主の祈りをお唱えしております。さらに20億とも言われるキリスト教徒の方々もこの主の祈りを唱えておられます。私はこれから日本の信徒の皆様が主の祈りを奉承されることによって、皆様が世界中の信徒と、またキリスト教徒の方々と強く結ばれ、名士様の示された誠の救いの実現に向けて進んでいかれることを思いますと、誠に頼もしい限りであります。主の祈りの奉承は来年の1月1日を期して始めさせていただきます。このため現在の主の祈りの文言に少し変更を加え、新たに整えることといたしました。ここで新たに整えさせていただいた世界メシア教の主の祈りをお伝えいたします。天にいます我らの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちに日ごとの食物を今日もお与えください。私たちに負い目あるものを許しましたように、私たちの負い目をもお許しください。私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いください。権威、栄光、祝福はとこしえにメシアの皆と共なる神に帰します。アーメン。私どもは名士様を通して、天にいます我らの父である主神が自らの中に生きておられることを知ることができました。私どもは主神と一体であるメシアの皆を崇める者とならせていただきました。神の御国である天国が私どもの中に存在し、私どもは天国に属するものであることを知ることができました。神の御心が天にも地にも行われていることを知ることができました。私どもは口に入れる食物だけではなく、神の聖なる言葉という食物によって養い育てられていることを知ることができました。先祖の方々をはじめ、多くの方々が私どもを通して救われようと、ひたすら私どもに寄りすがり、
私どもに負い目あるもののようになっていましたが、私どもはそうした方々がイエス・キリストの捧げた御血潮によって贖われ許されていることを知りました。そして同じように救いを求め続けていた私ども自身が神に対して負い目あるもののようになっていましたが、先祖や多くの方々と共に贖われ許されたことを知りました。神が私どもを試みに合わせるのではなく、私どもの方が神を信頼せず試みていた、そうした罪ある私どもを神は許してくださり、その悪しき姿から救い出してくださったことを知るに至りました。このように私どもは御子様を通して誠の神の誠の命に触れさせていただき、神の愛によって許しと救いが自らのうちに成し遂げられていることを信じるものにならせていただきました。しかしながら、私どもの中の先祖をはじめとする大勢の方々は、この慈しみあふれる神の恵みと真実を知らず、天国の到来を待ち望みながら、今も許しを乞い続け、救いを求め続けています。主の祈りは、こうした無知な人類のために、イエスご自身がこの祈りを捧げられたと思いますし、今も捧げておられるのではないでしょうか。御子様も、この祈りに込められたイエスの思い、主神の思いをご自身の思いとされて、イエスと愛こうしてお祈りくださっているのではないでしょうか。御子様はイエスと共に私どもの中で全人類を代表してお祈りくださっているのです。私どももイエス・キリストと御子様が愛こうして主神に仕えておられるように、自らが天国に属するものであり、メシアの皆の教会の一員であるとの自覚を持って、多くの方々を主神に取りなすために、主の祈りを捧げさせていただきたいと思います。そして救いの源である主神をおたたえ申し上げ、あらゆる権威と栄光と祝福をメシアの皆と共なる主神に着させていただきましょう。最後のアーメンという言葉は、聖書に随所に見られメシアという言葉と同様、ヘブライ語に由来する言葉であります。まことに、確かにという意味を表し、後にキリスト教徒の方々がそうでありますようにと祈る時の言葉として唱えられるようになった言葉であります。私どもは主の祈りを奉承させていただく時、自らの中にあるメシアの皆による救いこそ誠の救いであることを信じて、アーメンと唱えさせていただき、祈りを捧げることを許してくださった主神に感謝申し上げましょう。また本日もう一つお伝えしたいことがございます。それは私どもが日々お唱えしているご神名についてであります。私どもは長い間ご神前において主神を拝するとき、弥勒大御神とお唱えしてまいりましたが、世界メシア教としてのご神業の著しい進展に伴い、メイス様のお許しを賜って新しいご神名を定めさせていただきました。新しいご神名は、主神なる我らの神
主神なる我らの神であります。加えて、本年の祖霊大祭の折に、御霊屋やお墓の前でお供えする隔離世の狼は主神であると申し上げましたように、この隔離世の狼というご神名を改め、主神なる先祖の神、主神なる先祖の神と定めさせていただきました。私どもは来年の1月1日を期して、主の祈りを奉唱させていただきますが、ご神名につきましても、この1月1日を期して、ご神前では、主神なる我らの神と奏上し、御霊やお墓の前では、主神なる先祖の神と奏上させていただきたいと思います。私どもにとっての神を、私どもの中におられる先祖の方々にとっての神も、同じ唯一の神、主神であられます。神はただお一方のみであります。霊界も、現界も、創造の主であられる主神によって、一つ御国として治められています。いかなる名前の神や仏があろうとも、その存在の源は主神であります。主神によらなければ何一つ存在しません。主の祈りは、天にいます我らの父よという言葉で始まりますが、名士様がお歌に、キリストの父なる神は主の神と知れよ豆人、我と合わせて、キリストの父なる神は主の神と知れよ豆人、我と合わせて、また万能の力を持つはエホバなる、ただ一柱なる神よりぞなき、万能の力を持つはエホバなる、ただ一柱なる神よりぞなきとお読みになったように、主神はイエス・キリストの父なる神であり、名士様の父なる神、私ども一人一人の父なる神であられます。父なる神であられる主神は、私どもを世にお使わしになる前に、あなたを私の子供とすると約束してくださいました。私どもは主神に対して、私はあなたの子供になりますと約束して世に出てまいりました。この約束を交わしているからこそ、私どもは今世にいるのです。私どもが世に生まれたということは、必ずや主神の子供として新しく生まれ、主神と共に住み、永遠に生きるものとならせていただけるのです。すべてに命を与え、すべてを命の源に立ち返らせ、すべてを新しくする主神の創造の御業にお仕えする喜びを味わわせていただけるのです。私どもが今、自分は取るに足らないものであると感じていても、またどんなに自分を否定しようともしまいとも、そのありのままの姿を主神はご自身の御旨を成し遂げるためにお使いくださっているのです。なんという大きく深い恵みでありましょう。私どもはこの恵みを無償で知らされたのですから、多くの方々と分かち合わせていただき、メシアの皆にあって共に天国に立ち返り、賜った恵みと共に自らを主神に委ねさせていただきましょう。そのことをメシ様は何よりもお喜びくださるのではないでしょうか。
終わりに、本年の立春祭以来、世界メシア教の信徒としての道を、勇気と希望を持って歩んでくださった皆様に感謝申し上げますとともに、間もなく迎える新しい年が皆様にとりまして、そしてすべてのものにとりまして、恵みと安らぎに満ちた祈り多き年でありますようお祈りいたしております。ありがとうございました。